子とかも食べないので、常に、はい、食事制限はして、ずっと同じ体重で。はい、お菓子食べたいとも思わないんですか、普段から。いや、思います。妻が結構隣で意地悪く食べるので、食べるよね。食べたいなとか言うんですけど、ちょっと匂い嗅がしてもらったりとか。匂いでなんとか。シュークリームの匂いだなみたいな。なるほど。美味しいねって言って。はい、今も我慢できてるね。そうですね。これ関取の方々は食事制限ないですね。まあないならないの苦しみはあるんで。どういうことですか、おじき。限界まで行かなきゃいけないんで。みんな節制の多分苦しみだと思うんですけど、はい、僕ら限界の苦しみになる。その苦しさの苦しみ。はあ、それ一緒ですか、限界ですか。もちろん一緒ですよ。あの自分はもともと体も細かったし、はい、太るためにも限界以上に食ってましたね。ガンガン食べさせられて。で毎日入ってました。毎日入って。酒強なるやり方や。